ということで、ナムコ札幌 S 田店さんにお邪魔しております。今日はサンリオのぬいぐるみ全部制覇できるのかっていうのをね、挑戦していこうと思います。行くぞ。ちょっとめっちゃ緊張する。しっかり悠長に行って下ろしてきたので、めちゃめちゃ100円玉、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。ちょっといろいろ見ていきます。見てこよう。ちょっとめっちゃ可愛くない？このなんかタキシードさんも可愛いし、なんかちょっと素材が違ってるっていうこと。あ、可愛い。めっちゃ可愛い。すごい可愛い。キーホルダー系。またここから行きます。本日ワンコイン目。赤い子を狙います。頭の方。いや、お尻か、お尻。いけ。諦めないで。2回目。この子いけ。おっ、ちょっと待って、この赤の子じゃないのかもしれない。青の子。いけ。これで1回取れなかったら、次のやつやってみようか。なんかさっき1回しか押してなかったけど、なんかもう1回押したら、なんか途中で止まる説もあって、それもちょっと本当。確かになんか止まったら、途中で止まったら可能性があった気がした。いくよ。いためちゃめちゃ惜しくなかった今の。見て見て、このさ、タグ狙ったらちょっといけることない。行ってみよう。やっぱ滑ったね。めっちゃ惜しくなかった今の。諦められない。次こっちやってみよう。あ、めっちゃ可愛い。なんか最近サンリオでお仕事系グッズがめちゃめちゃいっぱい出てて、可愛いのポチャポ狙ってみようかと思います。あ、ここに書いてある、アームの降下中に途中で押すと好きな高さで掴めますっていう。一番最初に大きい子を見たと思うんですけど、ちっちゃい子をもう1キャラ1ポチャコクリアしようと思います。もう一度チャレンジ。難しい。諦めない。お尻狙ってみようか。狙ったことのない黄色い子を行こうか。あの足の間に挟めたら良さそう。ぬいぐるみってちょっとな顔違ったりとかありそうとか思ったんだけど、全然そんなことない。めちゃめちゃポチャコ可愛い。ねえ、嬉しい。なんか今日の格好もちょっと合ってない。タグついてるけど可愛い。ありがとうございます。こっちにはね、サンリオがめちゃめちゃ広がってて、推し系の尊いとか大好きとか、めちゃめちゃサンリオキャラクターが可愛い格好してて、もともと何もしなくてもさ、このままで可愛いのに。どの子を狙おうかな。このサンリオの中でどのキャラクターが好きなのってすごい聞かれるんですけど、マイメロも好きだし、ポタコも好きだし、シナモンも好きで。めっちゃ DD。 今回はシナモンも挑戦します。行けそうってとこまで来るね。失敗しすぎた。悔しい。めっちゃ
じゃあ今の1回がちょっとね、今店員さんにお願いして、このシナモンをね、もう1回仰向けの状態にね、戻してもらいました。もう一度挑戦。またひっくり返っちゃった。いけ。お、あ、あ、取れた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 。すごい。早くない？早いよね。出てて。ちょっと待って。あ、本当に取れてる。あ、可愛い。見て。シナモンちゃん。可愛すぎる。君はもううちの子だよ。もっとなんか勝負というかになると思ったんだけど、あ、取れた、やったー。ちょっとこのシナモンちゃんとシナモンちゃんを連れて帰りたい。まあ1回でね、来れるとは思っておりませんドゥ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 だ
ということで、いろいろなね、UFO キャッチャーで、ね、やってみたんですけど、取れたものを、ね、紹介していきます。じゃじゃんじゃじゃん、推し仕様のこのシナモンちゃんとポチャッコです。めちゃめちゃに可愛いと、さらにこのマスコットが一番最初に撮ったね、このポチャッコのと、さらに後でね、同じくポチャッコのミツバチが撮れました。めちゃめちゃ可愛い。今日はね、ナムコ札幌エスタ店さんにお邪魔しました。それじゃあ入ろうと思います。バイバーイ。